今日は赤城自然園に来ています。今日も昆虫撮影です。今日の機材はこちらです。一眼レフで撮影してみたいと思います。今日は何種類ぐらいの昆虫に会えるでしょうか。それでは行ってみます。綺麗な花が咲いていました。園内はこんな感じです。こういう花が咲くみたいですね。こんな花です。隣には林道かな。これはなんだろうね。これなんだかよくわからないけど虫ですね。これもテントウムシ。何の花だろうね、これは。ちょっとわかりません。この木なんですけど、変な実の付け方してるんですよね。見えますかね、この木。種かな、種だと思うんだけど、種が、至る所についてます。こういう感じですね。不思議。なんだろうこれの木は。いっぱいついてる。これがこんな感じです。バッタです。赤ちゃんバッタ。トンボがいました。アブが飛んでいたんだけど、どっか行っちゃったな。アブいません。その代わりなんか向こう側になんか変な虫が。これはなんだ、この虫はなんだ。小せえな。捕らえてるかなこれ。何トンボだかを分かりませんが、トンボです。なんて虫だか分かりません。これはハムシの仲間か、カナブの仲間かちょっと分かりませんけど、
何の花だか分かりませんが、きれいっぽい花なんですけどね。何なんだろうなこれ、分かりません。